はい、どうもアダムの店長の渡るです。カメラマンのエミダムです。はい、これはタミヤンです。見放題の。さて、池袋アダムはですね、このあのカメラマンのニークラ、エミことエミダムとコラボいたしまして、写真販売を始めることになりました。じゃあ写真販売の説明をちょっとニクラさんお願いいたします。はい、写真販売のシステムのご説明をさせていただくんですけれども、この後動画の URL 下の概要欄のところに写真販売の URL を貼ってもらいまして、うんうん、でそこから飛んでもらうと、物の写真が送られてくるところですね。はい、試験的に、先週ライブをやったフリーマンと新月10日で、エミダムが写真をこうバシバシと撮ったんで、それをあの販売させていただきたいと思います。で、あの注意点、池袋アダムのね、自粛期間に出る全てのアーティストというわけにはいかなくて、なんなら今日やるアシュラシンドロームとかはないんですけれども、あついでに言うと、あさってのバクドロップシンデレラも写真販売はしないんですけれども、まあ、基本的に写真販売に OK してくれたバンドを、ニークラちゃんが撮って、エミダムが撮って、であの販売していけたらなと思います。ちなみにあのお金はですね、半分以上その出演バンドの方にまず渡されて、はい、であの残りをですね、アダムと、エミダムでひっそり分けるということで、まあまあ欲しい方が買っていただければ幸いかなと思っております。そんな感じですかね。はい、こんな感じです、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日本日21時半からアシュラシンドロームが在庫でワンマンやりますんで、ぜひともチケットギリギリまで売ってます。よろしくお願いします。お願いします。